ちは、アイです。ここからは音声案内になります。まず洗顔をしてから目細工をしていきます。コーヒータイム、じゃじゃん、むーちゃんです。いつも足元にねいるんですよ、お化粧してる間。大好きなむーちゃんすいません。基礎化粧に入ります。ディオールの美容液と化粧水と皮膚科でもらった乳液になります。これを順番に塗っていって、しっかり肌によく、乾燥を防ぐためにしっかり順番に塗っていきます。そしたら、メイクアップフォーエバー下地とファンデーションになります。下地は、薄く顔の中心に塗っていってください。ファンデーションです。これはマットタイプのファンデーションなのでしっかりつくので、薄くで全然いいので、固まらないように、ムラにならないように塗っていってください。そしたら眉毛になります。カラーポップアイブロウジェルのブラック&ブラウン。これをもうしっかり、ジェルなのにちょっとの量で伸びるのでしっかり描いていってください。エチュードハウスビッグカバー、眉毛の上と眉毛の下をしっかりコンシーラーで塗っていきます。これは必ずメイクをするとき、必ずと言っていいほど絶対に大事なのでしっかり塗っていってください。しっかり筆で塗ってぼかしていってください。そしたら、NYX アイシャドウプライマー、これはアイシャドウのベースです。もうこれも絶対にメイクのとき必ず映えるので必要なのでお願いします。カイリーコスメティックザブロンズパレットの一番白い方を目の下に、眉毛の下に塗っていきます。カイリーコスメティックストロベリーショートケーキの、これハイライトなんですが、アイシャドウ代わりに今回塗ってみました。カイリーズダイアリーのピンクを主に塗っていきます。薄いピンクをまず、目の端っこに塗って、で濃いピンクを今度塗っていきます。これをくの字に跳ね上げっぽく、ちょっと難しいのですが塗っていってください。目頭の方にも塗っていってください。そしたら濃い赤っぽいピンクを二重の線に沿って塗っていきます。これをピンクでぼかして、ビッグカバーのコンシーラーでさっきストロベリーショートケーキを塗った場所に丸くこうお月様の半分の形っぽく塗っていきます。はい、そしたら、アイライナーですね。さっきのカイリーのザ・ブロンズパレットの黒でアイライナーとして塗っていきます。そしたら、さっきのカイリーズダイアリーのピンクを目の下に塗っていきます。で、インテグレートのアイライナーで目の下を、まつげの下をこう埋める感じでアイライナーを描いていきます。で、カイリーのさっきのアイシャドウを黒でぼかしていきます。メイベリンのマスカラと MAC の、アイブロウのマスカラで塗っていきます。最初にメイベリンのマスカラで、まつげを塗っていきます。これはお湯で落ちるからおすすめです。しっかり塗っていってください。そしたら、MAC のブロウマスカラを塗っていきます。そしたら目元完成になります。ローラメルシエのパウダーで肌を塗っていきます。全体的にもうパウダーなのでポンポンと軽く塗っていってください。 BH コスメティックのブロンザーです。頬骨の下あたりを、塗っていってください。そしたらおでこを、頬骨とつなぐように塗っていってください。ぼかすように塗っていってください。アナスタシアのムーンチャイルドグローキット、これを目の下と頬骨の間を埋めていきます。塗っていきます。
で、C ラインっぽくなるように、眉毛の上をちょっとつなげて塗っていきます。で、ぼかして、ブロンズでぼかして、で、カイリーコスメティックベルベットのロージーでだいぶオーバーリップをします。これは毎回のことなのですが、しっかりリップライナーで周りを取ってください。自分の唇の 1、2 ミリ上を丸く綺麗に塗っていきます。そしたら、マットリップなどこういうリップで囲ってさらに塗っていきます。はい、メイクが完成しました。今日はちょっとカメラのアングルを変えて全体的にこう、なんだろう、見えやすいようにメイクをしてみました。じゃじゃん、ウィッグ。これね、愛が一応モデルをやらせてもらっているシュガークランツさんというウィッグ屋さんです。めっちゃね、なんだろうな、個性、シュガークランツさんの方はナチュラルな方かで、これはシュガークランツビビットさんなんですが、すごい、なんだろう、めっちゃサラサラなのでね、地毛でこの色やったらだいぶ痛むじゃない。もうしかも今真っ黒にしちゃったし、こんな色抜けないし、でこう例えば今日のメイクみたいなのに、あー髪の毛暗いしなとか、学生の子だったり社会人の子だったり、なんかもう染められない子とかは特にいいかも。なんか土曜日とか日曜日とかに、あーイメチェンしたい、なんかちょっといつもと近くしたいって時にこういうのはおすすめ。こういうね、めっちゃ綺麗、色がシュガーピンクっていうんだって。ちょっとなんかさ、こういうさ、ふざけたマネキンいるよね。こうなんかわかる、なんかこうさ、みたいなこうなんかデパートとかにさ、よくいない？ウィッグのかぶり方なのですが、まあこれは愛のかぶり方ね。一回つむじの、ここのつむじのところを合わせて、いてて前行きすぎだよ、合わせて、もう本当にニット帽みたいにこうふっとかぶって、でこっから整えていくのですが、ウィッグをも、あのね、かぶったらわかるんだけど、こうやって持つとね、ここにね、なんかこう、こういうのがあるのね。だからそれを見つけて、こうやって耳というか、こめかみのこの辺に合わせていきます。こういうブラシで溶かして、あげたりしたら、じゃじゃーん。綺麗になるんですよ、ここが。どうだったかな、ちょっと遠目で撮ったから分かりにくいかなと思ったんだけど、どうでした？もうでも最初のあのメザイクの動画からしたらめっちゃ慣れてきたかな、慣れてはないけど、なんかなんとなくも分かる気がする。うん、多分だよ、多分ね、多分。でもなんか本当に初日からいろんな方からコメント来たり、おめでとうって言ってもらえたり、1日で本当に1000人弱のチャンネル登録の方がバーって来られて、本当にもう感謝だなと思って、もうじわじわうるうるしてました。
ありがとうございます。本当にたくさんの方に支えられてるんだなと思って、はい、あのなんかね、なんかねとか一人じゃないんだなって思った。改めて一人みんながいてだな、みんながいているから頑張れるんだなとか思ったりなんかねしてねはい、すいません。なのでいろいろこれからも末永くよろしくお願いします。チャンネル登録といいねをよかったらまだの方はお願いいたします。はい、ちょっとうちのむーちゃんも応援してくれるはず、私の分身です、イエイちゃん。もう7歳なの、長生きしてねむーちゃんね、愛の分身なんですこれから多分ちょいちょい動画出てくるかも、ワンちゃん3匹いるからね。はい、ありがとうございます。ツイッターとインスタの方も多分こっち出てるかな、アカウント多分出てると思うのでフォローお願いいたします。今日はピンクメイクでした。シュガーピンクさんの色をちょっと真似してやってみました。はい、ありがとうございます。またお会いしましょう。バイ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 。